から演武線を見てみましょう。結び立ち、気をつけの姿勢。閉足立ちとなり、左手は右肩を包み構える。交差立ちにて肩支えを受け、前屈立ちになり中段横受け、元立ちとなり中段横受け、前屈立ちで中段横打ち、元立ちとなり中段横受け、四股立ちとなり右腕で下方よりすくい上げながら、八字立ちとなると同時にすくい止めを行う。猫足立ちとなり右横打ちを行う。中段横受け、八字立ちとなり右脇構え、中段横払いを行う。八字立ちに戻り中段突き、中段横受けを行う。八字立ちとなり中段突き、中段横受けを行う。中段横受けは体側から受ける。単に手を引くだけでは受けることはできない。猫足立ちとなり手刀下段払い。猫足立ちで手刀下段払い。猫足立ちで同じく手刀下段払い。猫足立ちで掛け手を行う。猫足立ちになり流し受け、左手を下げながら流し受けを行う。単に左手を引くだけでは受けることはできない。右足を引きつけ側頭で踏み込み、外八字立ちとなる。猫足立ちとなり手刀を受け、さらに猫足立ちで手刀を受け、閉足立ちになり上段輪受けを行う。前屈立ちとなり両手で肩椎打ち、寄り足で四股立ちとなり中段突き、閉足立ちとなり下段払いを行う。四股立ちになり下段払い、左手は水月へ水平に構える。元立ちとなり横払い、回し蹴りのように足の裏を手のひらに当てる。前屈立ちになり肘当てを行う。右下段払い、左下段払い、右下段払い、左脇構え、もろ手突き、
閉塞立ちとなり右脇構え。前屈立ちとなりもろ手突き。閉塞立ちとなり左脇構え。前屈立ちとなりもろ手突き。深い前屈立ちになり振り捨てを行う。同じく前屈立ちにて振り捨てる。左足を引きつけながら猫足立ちとなり掛け手を行う。目付けを左斜めへ移す。斜め後方へ右足及び右手を静かに引く。猫足立ちとなり掛け手を行う。閉塞立ちとなり構えの姿勢に戻る。結び立ちとなる。